はい、放送をご覧の皆さん、こんにちは。コミュニティチームの望月です。ただいま第37回プロデューサーレターライブのテスト放送を行っております。1年2ヶ月ぶりということでですね、やはり会社の外で生放送をやるというのは大変緊張しますね。ということで、まあ何でしょうね、普段もぎこちない点は多々あるかと思いますが、より一層ぎこちないところ、お見苦しいところあるかもしれませんが、どうぞご容赦ください。では早速なんですけれども、YouTube、Twitch、ニコ生でご覧の皆さん、順番に、テスト放送として、あの音声の乱れだったり映像の乱れというものを確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。そして会場の皆さん、何も予告がなくテスト放送が始まってますが、あの気にしないでください、ね、後であのカメラ向けるときにはお知らせしますので、それまではどうぞご自由に。はい、では早速なんですけれども、まずは YouTube でご覧の皆さんに、ご協力いただきたいと思います。ハッシュタグ XIV ライブをつけて、現在のテスト放送の、音声や映像の、チェックをお願いいたします。声の大きい小さい、映像の乱れあるなしなどなど、ちょうどよければちょうどよいでお願いします。今は YouTube のご覧の皆さんにテスト放送のご協力をお願いしております。会場今回ですね、なかなか広くなっておりますので、この後あの順次今日はこんなものをご用意しているようでのご紹介しますので、そちらもちょっとだけ楽しみにお待ちください。はい、いかがでしょうか。現在第37回プロデューサーレターライブのテスト放送を、浜松からお届けしております。あの背景がいつも通りなので、声がちょっと割れてる、皆様にコメントいただいたものは例によってリアルタイムに調整をしていきますので、もしちょうどよくなったら、ちょうどよくなったよっていうコメントも合わせてお願いいたします。治ってきた。はい、ですね、今37回プロデューサーレターライブのテスト放送中です。映像の乱れ、音声の乱れなどなど、大丈夫だよ、大きいよ、小さいよと、ツイッターで、ハッシュタグの XIV ライブをつけて教えてください。なんかハッシュタグの XIV ライブをつけてっていう響きがもうすでに懐かしいですね。いつもなんかニコ生のコメントだけでやり取りをさせてもらったりってことが割と多いかなという気がします。はい、大丈夫そうですか。はい、 YouTube をご覧の皆さん、どうもありがとうございます。では続いて Twitch でご覧の皆さんも、お願いいたします。今第37回プロデューサーレターライブのテスト放送を浜松からお届けしております。 YouTube のテストはもう、できたということなので、現在 Twitch でご覧の皆さんにご確認をしていただいております。ニコ生をご覧の皆さんはこの後です。なのでもう少々お待ちください。いや、会場の中は涼しいですけどね、外はなかなか暑いので、あの放送をご覧の皆さんもぜひ飲み物と空調の調整だけは怠らずに。あ、Twitch大丈夫。はい、Twitch ありがとうございます。では最後にニコ生でご覧の皆さん、コメントの方で、大丈夫だよとか、大きいよ小さいよというものがありましたらお聞かせください。見切れてるのは気にしないでください。大丈夫、モル族が見切れております。髪が変、そう、すいませんね。なかなか難しいですね。いや、暑いんですよ。暑いのでちょっと T シャツが、あ、これ今回会場でも販売をしているんですけれども、南條さんのあのアイコメとかで、販売をしていた T シャツでございます。ぜひあの会場にお友達がいるという方がいらっしゃいましたら、頼んで、買っていただくのもいいんじゃないかと思います。実はね、これ2種類あるんですけどね、残念ながらあの見切れてるモル族の方も僕も全く同じのを着てるので、2パターンご紹介はもうちょっと後かなと思います。もう少々お待ちください。大丈夫かな。はい、ありがとうございます。じゃあテスト放送としては OK です。じゃあせっかくなんで、いつも通り会場の様子を、順番にご紹介をしていきたいと思いますので、
会場の皆さん、今から生放送に皆さんのお姿が乗ります。顔を映したくない方は若干下を向くか、ですね、手でこう目線を入れていただくか、どちらかでお願いします。で、映ってもいいよという方は割と元気よくウェーイっていう感じで反応していただけると、非常にその様子が生放送をご覧の皆さんに届くかと思いますので、よろしくお願いします。では切り替えお願いします。声がでかい、あ、急に張りすぎたかないやいや、重要、こっからですよ。これはですね、先ほど映っていた僕のところからすぐ左なんですね。すぐ左で、ソケンさんとアニー先輩が放送の裏方として調整をしております。で、ソケンさんが着てるのがさっき言ったもう一種類の T シャツってやつですね。まあよく見えないと思いますが、会場では常にこんな感じでリアルタイムに調整をしてくださっています。T シャツいいでしょう？ん？あ、ソケンさんありがとうございます。兄先輩痩せたなっていうコメントが。ちなみに兄先輩、芝の T シャツですね。手に入る。かっこよくなったって。いや、元からかっこいいと思いますよ。髪が痩せた。あ、アフロじゃないからね。そうね、はい。そしてその隣にいるのは小野ちゃんです。わそしてちらっと見切れているのがミーアンど真ん中ですね。はい、本日スペシャルゲストであるアートディレクターの皆川さんです。この後 PLL の後半でも、ご登場いただきます。はい、ありがとうございます。そして次お願いいたします。ですね、まず一番私有台が左側の方にいっぱいあって、その手前側にも今いらっしゃるのが会場に集まってくださった光の戦士の皆さんです。ウェーイ、ノリがいい、のぶとい、自分ものぶといけどみんなものぶとい、ありがとうございます。はい、そしてじゃあ私有台のご紹介の方移ってまいりましょう。まず手前側なんですが、ゴールドソーサーの、ミニゲームを遊んでいただく私有台になっておりまして、もうフェイト恒例ですね。ここでハイスコアを出していただくと最後にちょっといいものをお持ち帰りいただけるというコーナーになっております。はい、そしてその奥の方なんですけれども、奥の方では今回、スサノオに挑戦をしていただいております。なかなかこちらも人気ですね。あ、今ちょうど戦ってる。見えるかな？見えたり見えなかったりしますね。通常の方のスサノオなんで、今のところ勝率 100% です。素晴らしいですね。はい、そしてその奥なんですが、フィーストの4対4で、会場の皆さん同士で遊んでいただいております。で、さらにその奥なんですが、なんとですね、フェイトでは初なんですが、ダンジョンスピードラン、要はダンジョンクリアするまでのタイムアタックをやっておりまして、皆さん懐かしいですね、ワンダッシュです。ワンダッシュを会場で行っております。で、今茶色のパーテーションが見えるかと思うんですが、そのパーテーションの向こうが、物販コーナーになっておりまして、こちらの方でいろいろなグッズをお買い求めいただけるようになっております。で、今回、フェイト当選しなかったよという方もグッズは、こちらの方でお買い求めいただけます。そしてグググといろいろ撮影をする場所がありまして、会場右の方をご紹介していきたいと思います。あ、今ねちょうど真ん中にあるんですけど、あ、そうですね、若干、かがんでいただけるとありがたいんですが、デカコンの前の方なんか中腰ぐらいになっていただけると嬉しいです。一瞬ご協力をお願いいたします。難しいかな。あ、難しいですね。画面は見えてると思うんですが、あれが、ファンフェスなどにもあった、あとニコ町ですね、アラグの操作版という名前で、コントローラーめっちゃ大きくしたやつをここの会場でも遊んでいただけるようになっております。今回2人1組で、
新イフリートを討滅するということで楽しんでいただいております。はいはい。そして右の方、入り口を経て、はい、お肉ボードがございます。今回もたくさんあれこれと書いていただいておりますが、お肉ボードのですね、左側ちょっと今行き過ぎてしまってすいません、僕が紹介を飛ばしてしまったんですが、こちらの方で、今回会場に遊びに来てくださった皆さんから TLL の質問を募集しておりますので、ここにお寄せいただいた質問と、フォーラムにお寄せいただいた質問の中から今日は、吉田プロデューサーにお答えいただこうかと思っております。あ、手振ってくださってますね、ありがとうございます。はいはい。で、手前側になんか椅子と机があって座ってなんかしてるぞという絵が見えてると思うんですが、ここがですね、はい、ありがとうございます。なんと、もしかしたら、放送ご覧の前の放送をご覧の方はご存知かもしれないんですが、今回グレンのリベレーターのメディアツアーを北米欧州とやってるんですが、その時に欧州でご用意したカーバンクルの折り紙、あの霊式と呼ばれていた、いやあれですね、今回改めて見てみたんですが、54ステップを経るとあのカーバンクルが完成するんですが、なかなか難しいということで皆さんに挑戦していただいております。そしてその隣の方ですね、折り紙コーナーと一緒に併設になっているんですが、FF14 に見ないで書いてみたということで、見ないであれやこれやを書いてみるとどうなるのかというのを会場で書いていただいております。お、結構見えるな、結構見える、すごいな。ちなみに今ね、見えてるナマズを、そうなんです、左側が皆川さんで右側が吉田さん、あれ本当に吉田さん書いてくださったのかな。まあここら辺もなんかコミュニティ放送とかで後日ご紹介できたらいいなと思っております。はい。そしてさらにその右側ですね、ズズイと、こちらの方が、交流コーナーということで、現在、吉田さんと、光の戦士の皆様交流が行われております。はい。で、その先がこのステージになっております。はい、ざっとご紹介でございました。はい、ありがとうございます。じゃあカメラを戻していただきまして、せっかくなのでちょっと皆川さんにこちらの方に来ていただいて、軽く放送こんなんだったよねっていう、なんとなく肩慣らしをしていただこうかなと思います。はい、こちらお願いします。じゃあご紹介を、どうもこんにちは、アートディレクターの担当しています皆川です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回、はい、あのテストの時はマイクが遠くて声が入らないということで、こう顎につけろって言われてる、そうなんです、それをちょっと気をつけてテスト放送してみようかなと。よろしくお願いします。はい、ということで、さっきあの冒頭にも言った1年2ヶ月ぶりのフェイトということで、皆川さん前回神戸でしたっけ。神戸です。なのでさらにちょっと時間が空いてると思うんですけど、はい、ご飯が美味しかったです。昨日何召し上がりました。昨日浜松では、浜松餃子を食べたんですけど、あ、そうか、ぶっこさん写真あげてたな、あれめちゃめちゃうまそうでしたね。めちゃめちゃうまいですね、さすが日本一。いいな、絶対。でも昨日餃子ってことは今日の夜多分餃子じゃないんですよ、多分ですよね、2日は2日連続はないと思うんで、ちょっと今日の夕飯が何なのか気になるところですが、ちょっと後でどこ行ったか教えてください、はい、明日チャンスがあったら。あとね、なんか、うん、ハンバーグ屋さんが有名らしくて、あの爽やか、あ、それそれ、御殿場に行った時入ろうと思ったんですけど、並びすぎてて入れなかったんですよ。御殿場の方にもあるんだ。なんかいろんなとこにできたらしいです。へー、うん、のでちょっとこっちがいろんなお店があるっていうんで、あの会場に遊びに来てくださった皆さんも爽やかはいいですよ。爽やか結局食べれてないんですよ僕ので、ちょっと明日ですね、
狙えるなら行ってみようかなと思っている、ところでございます。会場の雰囲気的にはどうですか？神戸と比べるとなんか結構そうです、ね、あの会場の作りがそもそも違うんですけど、なんかもうすでにプレイヤーの皆さんと遊ばれました？2回スピードランと、あとスサノオ、スサノオと、まあペロりました。あれ皆川さん丈夫なんでしたっけ？リュウキシです。あ、リュウキシか、はい、ペロっちゃいました。どこでペロっちゃいました？しびきってしびれて、あーってしびれた状態で走ってる時にまたしびきってきて踏んじゃいました。あー、まんまと、はい、いい具合にかかってほしいものが全部普通かかった感じですね。お前倒滅戦だぞっていうところで。でもごくいっぱいやってると逆になんかこっち戻ってきた時にタイミングが違ったりとかして、あれってなる瞬間ありますよね。あります。あと言い訳すると、言い訳をするとコントローラーが違うのとセットアップに時間かかるんですよやっぱり。あー、なるほど。ただですね、ただですね、皆さん、まあ、皆さん同じですからね、はい、はい、申し訳ありません、はい、そうなんですよ、そうなんです。スピードランどうでした？特にスピードランはこちらは滞りなく、滞りなく、でもどれぐらいの順位なのかちょっとまだ分かんないです。あ、じゃあちょっと後で、割と最初の方にやった。あ、なるほどなるほど。そっか、今日はあの本編では後半の方で、後半でがっつりといろいろと、まあちょっとね、あのリリース直後、はい、うちのセクションいろいろとご迷惑かけた部分もあるので、はい、ちょっとこう職員室に呼び出されてる系な感じはプロデューサーアフターライブあるんですけども、なるほど、あのいろいろあの今進めてるところも含めて、あれやこれやが聞ける、いろんな質問に対してお答えしようと思いますので、なるほど、まあその時間が来たらよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。なんかほぼテスト放送的には役目は終えた感はあるんですけれども、うん、ちょっと絵面としてはもう一人どうしてもここにいないと最後落ち着かない気がするんで、ソケンさんにもちょっと来ていただこうかな。ソケンさん一瞬だけいいですか？一瞬こっちに来てもらっていいですか？あ、ちょっと待って、ちょっと待ってください。ちょっと大変、来てくれそうです。マイクのチェック中、まあそもそもテスト放送ですからね。あの、そう、本来ソケンさんは裏方でマイクの音声のボリュームが大きい小さいの調整だったりノイズとかを取ってくれてるっていうところなのに、前に呼び出す時点で多いってことなんですけど、なんか僕の方のマイクが音割れをしているコメントが。そうなんですよね、会場によってやっぱり毎回設備が異なるので、いきなりあの全部うまくいくってことがないのと、同じ設定だとね、またうまくいくもんでもないので、結構細かいチューニングが必要なんですよね。響きすぎる。あのね、今日はね、あの、はいはい、声がねちょっとこうザリザリしてるっていうご指摘をいただいておりますけども、あのいつものセットではございませんので。そうなんですよね、はい、今日はねホールのマイクをですね、はい、お借りして、はい、ワイヤレス送信の音を放送と会場に回してるんで。なるほど、その、ワイヤレスのマイクの音質が、まあ、こんなもんなんですよ。これはやや限界寄りである。限界というか、もともとこういう音なんですね。こういう音なん、なるほどね、はい、会場で流すとね、ええ感じで聞こえてますけど、はいはいはい、まあ、それをあのこういうところに持ってくると、もともとこういう音っていう。なるほど、はい、一応念のため、はい、念のためご紹介、自己紹介、 あの3、あ、違うファイナルファンタジー14、はい、でサウンドをやってます、ソケンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。これでようやく T シャツが全員綺麗にお見せできるタイミングですね。両脇が魔石です。魔石バージョン。真ん中がいっぱい魔石です。さっきね、M ちゃんにこれを見て、ヒヤリっぽいって言われてコメントに困って、いや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 、それスプリガンそのものをディスってますよねって言った。これじゃあ M ちゃんは何だい、ヒアリを見たの？いやー、多分ねイメージだと思いますよあ、イメージの問題か。イメージの問題。そうか、可愛いのにねって。ね、こんな可愛くないと思うけど、
ね、ヒアリはね大変ですよ。そうね、そうなんです。いや、案外ウィンクしたら可愛いかもしれないですよなんか宝石でも持たせたら可愛いかもしれないですよ、こうやって。うん、結構今ね たくさん見つかって大変らしいですからね。あ、そうなんだ、ええ、浜松はね、ね、皆川さん、餃子がうまかったですね。昨日雲だるみだったずるいな餃子。あとつくね、餃子も美味しいけど、うん、つくね、他のも全部美味しかったよ。うん、つくね、つくねってさ、うん、こんなん想像するでしょ。違うもんね。どう違う、こういうの、こういうやつ、こういうこんなんでけえの出てきた。ハンバーグじゃん。だってそれハンバーグじゃん。いや、ハンバーグだと思ったら、うん、つくねですって言うんですよね、あれね、うん、なんか、いや、何言ってんだハンバーグだろうって言ったら、いや、つくねですって。いいなぁ、超うまかベロベロ食べて大変だった結局100個ぐらい頼んだ。そう、餃子100個。何を、え、餃子を餃子100個。餃子100個、1個ぐらい。どんなもんなんですか、大きさ的には。ちょっと小さめ、ちょっと小ぶりな感じ。いや、でもまあまあ家庭用に出てくる餃子ぐらいかな、うん、でそれをまずとりあえず50個っつって頼んだダイナミックですね、うん、3分ぐらいでなくなって、もう50個っつってあ、それで飲めるって言って、ね、合計で飲める。餃子、浜松の餃子はね、飲める、飲み込める、飲み物みたいな。こうやって名言だ。こう噛むでしょ餃子って、うん、餃子食べ物全般噛みますけどね浜松の餃子はね、うん、噛まない。もうね、ぶって入れるとジュッてして、ジューって流れてくる。もう何にももうね、あ、そう、あと あなたこれここにつけるとバフバフするからダメ。あ、ごめんなさいこれ今度はずっと顎につけてるんですありがとうございます。これで大丈夫、大丈夫でした、大丈夫、バッチリでした、はい、途中モッチーがうわーって言い始めた時、やめやめってなったけどそれぐらいです。すいませんでした。いやいや、全然大丈夫です。そうか、拾っちゃうんですね。拾っちゃう、そうですね。なるほど。今日は会場がホールだから、はい、そうなんですよね。若干反響しますけど、ご了承くださいってことで、はい、ご了承ください。はい、ここの四角いの、はいはい、コメントがなんか見えませんか。あ、見えた、見えてる。あのね、コメントがね、今ね、たまたま流れてなかっただけなんです。あ、そうなんです。そうなんです、はい、お二方とももう一応今はちょっと落ち着かれたんですか、その仕事量的には。仕事量、14で仕事量が落ち着く時期なんてあるわけねえじゃん。いや、念のため聞いてみたんです念のためリリース直前が一番なんかこう、あー、やりきったって感じなんだけど、はい、空いた後の方が忙しいです。あー、そうか、いろいろとまたフィードバックもあるし、次のものも準備もあるし、まあ、うちのセクションやらかしてしまいましたんで本当に本当に申し訳ありません。なるほどね。あの PS4 とか、あと、はい、まあ、このあとね、プロデューサーレターライブでいろいろ話をさせてもらいますけども、はい、なるほど。皆川さん、あれが欲しい。どれ、何昨日、うん、餃子で言ったけど、あ、スライチ UD のジョグハットが欲しい、はい、あの消えるようにね。そう、あのジョグハットがどんなマクロを入れても消えないから、うん、絶対忘れてると思って昨日言った、はい、入れますすいませんとんでもないところでとんでもない話が行われてますねそうそうそう、あれいつもずっと出ちゃうからね。そう、あの街着いたら皆川さんに教えてもらったスペシャルマクロで、うん、あのキャラクターパラメーターとかクロスホットバーとかをパッとこう消して、はいはいはい、風景を楽しんだりとかね、楽しんでチャットをしつつっていう、うん、街に入ったらもうそうしたいんだけど、うんうん、あれだけね消えない消えない主張が激しいそうそう、あれをぜひ消していただきたいな。そう、意外とそういうところはあれですね、細やかに切り替える派なんですね。いや、皆川さんに教えてもらってそれを。ああ、でも俺自分で教えているけど自分使ってないからね。意外と僕もそっち派で、出た出た、ガサツなんで、うん、もう常に同じもの出しっぱなしにして、こう、あれ、ソケンさんブースとかも意外に綺麗だ、ね、あ、そうそう、なの、そうかな。俺のブースとか汚ねえじゃん、知ってるいや、まあ、でも繁忙期になったらまあ同じぐらいじゃないですか、ね、知ってるなんかモニターとかねしっかりしてるんだけど下がガーンみたいな。そうそう、机の座面、あの面がいろいろごちゃごちゃっと、しょうがない、みんなそうだから、あのプロデューサーですら汚い、まあ、ご自身でお部屋もありますからね、うん、あの多分一番汚くしやすいんだと思うんです、環境的には見えないからね。そうそうそう、外から見えないんで。俺のところ通路なんだ、めっちゃ見えますね、ちょっとあ、また埃溜まってきたなみたいな、みんな思ってんだろうななんかもうだから、あのその横にほら開発
あのプレイヤーの皆さんからいただいた、うん、あの飾りとかをありますね、置物とか、はい、飾ってある棚あるじゃないですか、そこの棚の下の下ぐらいが空いてたから、あそこにとかゴソッとあの1回入れちゃえばいい、全部入れてしまってね、稲川ブースと実はですね、もう入ってんですよ、マジか入ってんのかい、あの昔のプロジェクトの時の開発の資料とかそういうの段ボールに入れて、あの辺りにこう知らなかったぐらい入ってですね、あれ皆川さんの資料なんで、ベグランドとか出てくるんじゃない、多分あさればすごいお宝ありますよ、この前 FFT が出てきてびっくりした超リアル、それはそれであの見せてくださいって言ったら見せていただけるもんなんですか、会社で置いてあります、あじゃあちょっと後日、後日、あ嬉しいな、お宝の山、そうお宝の山ですね、人によっちゃお宝の山ですね、僕だってその頃リアルタイムで学生だったんで割とテンション上がる技ですよ、だからそう人によってお宝ってね、何がお宝になるか分からないから、そうです、そうですよ、僕だってあのセガの三好さんっていう人がいてね、うん、あのデートの USA のあのローリングスターってあのやってる人分かった、今のところで分かったあれ今ループしてんだよ、うん、あれをねあの電車でたまたま会った時に、あ三好さんだと思って、うん、これやってください、これああって言ってたらね、そう言って歌う人は初めて見たんですそれ初対面だったんですか、じゃないけど、あじゃあ、まあ、まあそうですよね、初対面で初対面でこれやってってやるとどんだけだよ、ない人が来たって感じ、なるほど、いい人でした、はい、というテスト放送急に締めますよ、はいそろそろね、いい時間なんでね、本当だね、はい、あのテスト放送ご協力いただいたお恩返しじゃないですが、ちょっとした小話お楽しみいただけましたでしょうか、この後本編は18時半からとなっておりますので約2時間後ですね、はい、それまでもう少々お時間ありますが、皆様、お夕飯の準備をしたり晩酌の準備をしたりお風呂に入ったりしつつお待ちください、以上で、第37回プロデューサーレーダーライブのテスト放送終わりたいと思います、どうもありがとうございました、あ、マイクを振らないと、ちょっと待ってね、マイクを振らないと放送が終わらない、あ、なるほどね、このまま乗るんだね、うん、これはこれこうして、はい、じゃあマイクを振ります。